ブルーノ・ビッテルはカトリック教会の神父である。ブルノーノ・ビッテル、ブルーノ・ビッターなどと表記されることもある。プロイセン王国キール生まれ、第一次世界大戦に従軍。鉄十字勲章を受章したが、イギリス軍の捕虜となり、イギリスで2年間捕虜生活を送った1920年、イエズス会に入会。後アメリカ合衆国に渡り、1923年の 関東大震災で崩壊した上智大学校舎再建のための募金活動に尽力した。1934年、ドイツイエズスカイ日本布教部代表として日本に赴任した。1936年、上智大学理事に就任。1945年の日本の幸福直後から1952年まで、中日ローマ教皇庁代表、バチカン講師代理を務め、 連合国軍最高司令官総司令部最高司令官ダグラス・マッカーサーを補佐していたと言われる。靖国神社解体計画に反対する意見書を GHQ に送ったとの説が複数の書籍に掲載されている。他方、日本放送協会取材班が2007年に発行した書籍はこの逸話に関連する膨大な資料を検索したが、 ビッテルの証言を裏付けるものは見つけられなかった、と述べた。ありがとうございます。